皆様、本日はお忙しい中お越しいただき、誠にありがとうございました。前の方の皆さんも、後ろの方の皆さんも楽しんでいただけたでしょうか。ありがとうございます。それでは本日フランツ王子役最終日を迎えました松浦彩より皆さんに王子役をやらせていただきました松浦彩です。私はですね、なかなか覚えが悪くって、本番で初めてセリフがちゃんと言えたとか、愛ちゃんにはすごく迷惑をたくさんかけましたしですね、同じフランツ役のリカちゃんにはたくさんアドバイスをいただき、みんなには大変本当に迷惑をかけたんですけれども、だけど自分としては今とてもスッキリしていて、だけどこういうのってなかなか自分では採点がしにくいんですね。で、私の、目標としてはみんなにかっこいいと言われるフランツ王子でありたいと。今ので大満足です。どうもありがとうございました。皆様、本日はどうもありがとう。